今日の解説は岡見雄心選手、そして新井城選手、シュートアンバサダーの工藤アドネさんとともにお届けしています。さあ岡見選手、はい、まあ、藤野選手 もうベテランと言いましょうか、まあ、20年、はい、変わらず戦い続けて、でまたこの研修会でずっと一緒だったんで、またこのフィジカルのキープというのはすごいですよね。いやすごいです。いやでも本当に今まだ戦ってるのが信じられないぐらい、入った頃は見るとね、あの後背筋のあたりとかもすごいですよ。もう本当ね、女子のレジェンドとしてね、はい、戦い続けてる。おっと来た、もう来た、もう来た。いいっすね。さあ、ナイス、ナイス圧力。大島も、ナイス圧力。大島も応じます。すごいな、かっこいいですね。いやすごいです。ワクワクします。これはもう新井選手、はい、まあ、藤野選手のこの圧力に甲子園も負けずとね、パンチを出してますが、そうですね、2人とも楽しそうな入場ねしてきたんで、余裕見えたんですけど、はい、試合のねゴング鳴った瞬間、やっぱ2人ともスイッチ入った顔してますよね。そうですよね。さあ序盤戦、まずパンチの交錯がありましたが、1分が経過しています。リーグ戦1位と2位、わあ、ここも右を返した、押し返した甲子園。まあ、藤野選手としてはね、ここから打撃からね押し込みたいんですよね、はい、それを甲子園選手はさせないように動くと、うん、まあ、エンゼルスを相手に藤野はスリーパーホールドで3分6秒で決着しています。現在勝ち点4、まあ、それも打撃から展開をきちんと作って、最後はスリーパー注文通りに入ったんですが、今日は打撃でスタートしている。これも入ってきた、内野、まあ、藤野選手は打撃とその寝技どちらが得意な選手なんでしょうか。岡選手どうですか。まあ、どちらもね、今ただ今のスタイル的にこの打撃を使いながら、はい、このケージに押し込んで、あのグラウンドに持っていきたいっていうのが、あのそういった今の形ですよね、あの必勝パターンというか、はいはい、まあ、先に圧力とプレッシャーを与えて、まあ、ダメージも与えてグラウンドで料理すると、はい、さあそこを豊島は応じています。ここまで新井選手、両選手のパンチの交錯どう見てますか。そうですね、やっぱり距離を縮めたい藤野さんと、はい、まあ、長いジャブでちょっと距離を取りたい豊島さんで、はいはいはい、さあ、ケージ詰まった、ここですね、一回詰めましたね、一回組んで、ここですね。さあこの中で豊島が離れて戦いたいのか、これ岡見選手、このままテイクダウンとか崩すようですと藤野の流れですよね。完全ペースがいきますね、はい、でここをしっかり しのいで、あの距離をまた取れれば豊島選手の勝機がまた増えてくると。ここは豊島が回せるかどうかですが、この後背筋から生み出されるパワー、金網に押し込まれてきた豊島。本当ね、自分藤野選手と、はい、あの練習をさせてもらう中なんですけど、はいはい、あの本当に男女関係なく、うん、形に入られると自分でもびくともしないぐらい、すっごいかっちりと固める力、すごい強いんで、あの今日の段階で同じストロー級なので、でもごめんなさい、藤野選手の方がストロー級に見えないっていうところがね、少しあるんです。すごい体ですよね。これはチャンピオン新井選手と練習してるんですね。そうですね、よく練習させてもらってます。なんで多分この力は多分豊島選手、地元だったり自分のジムで感じたことないぐらいの圧力を感じてると思うんですよね、はいはい、さあここはなんとか腕を巻いてしのぐという状況にはなっています。これ岡見先生、力を入れられる体勢は藤野の方ですかね。そうですね、ただ藤野選手もあのまだいいところ入ってるんですけど、まだあのテイクダウンまでにちょっといけてないので、はいはい、あのここからあのどういうふうにあのしっかり背中をつけさせにいくのか、もう大事なところだと思いますね。これはお互いにとって、まあ、リーグトップと2位ですから、まあ、1ラウンド云々よりもまず勝ち星というところなんだと思います。さあ第1ラウンド1分を切りました。残りが50秒、金網の近くで長い時間を過ごした人、ここで回した、大島が回した、ここからどうする。星山選手ちょっと苦しそうですね。さあ藤野に対して星山押し込んでいます。まあ岡部さん、押された状態だとね、やはりちょっと体力使いますからね。そうですね、ここでね逆にテイクダウンを奪うなり、はい、もしするとまた展開も変わりますし、はい、さあ藤野は刺していた腕を取って頭を抱えに行きました。あの
抱えるんですかね。首相撲ですかね。それともブロンコ首を狙うのか。残りがもう15を切った第1ラウンド。首を巻いた、腕を巻いた。しかし時間がない。1ラウンドが終わっていく。この体勢で終わりました。さあまずは岡美さんに聞きます、はい、どうでしょう。まあ、難しい、ね、ラウンドだとは思うんですけど、まあ、藤野選手は、ね、あのがやりたかった、打撃で押し込んで敬陣に追い詰めるっていうのは一度、ね、できて、また押し込んでる時間が長かったので、うん、まあ、ちょっと若干藤野選手の、ね、ペースになってきてるかなと、はい、ただまだわからないです、はい、新井選手、これジャッジの目からすると、はい、打撃あるいは敬陣の部分っていうのは逆に言うと動きが少なかったのかなっていう印象になるかもしれないですよね。そうですね、ケージの展開はちょっと進展が生まれづらそうだったんで、はいはい、まあ、ちょっと時間もかかっちゃう分、まあ、打撃に絞って勝負でいいんじゃないかなと、まあ、お互いに。そうですよね。今カメラが映したポーシアマが右の目の下あたりが少し腫れが、ね、まあ、もちろんこれは個人によって腫れやすい選手、はい、あの出血しやすい選手、鼻血を出やすい選手がありますので、はい、これがすなわちそのイコールダメージというふうには伝わらないかもしれませんが、さあ2ラウンドがスタートしました。インフィニティリーグ、ね、距離がすごい大事だと思いますね。さあここですね、距離、あっといきなり詰めていった、うん、手数を増やしていく藤野、オージル・ホーシェーマー、打つ打つ打つ、おっと当てたら当て返すのか、うわ肘あるんだ、エルボン、気が強い、どちらもこれはもう足を止めて打ち合うような体勢か。藤野がここで金網に押し込んで組んだすごいわ、あれはもう大志山も下がりませんし回りもしなかったですね。離れました、離れました、下げさせてます、はい、さあそしてここでもう一度ケージ中央からのリスタート。いやこのお互いのこれ新井選手気持ちの強さがはっきり出てますね。ねえ大志山選手もやってないよって顔してましたからそうですよね本当上等ですよね、お互いがね。さあこれで打ち合いになっていくのか、打ち合いになれば大志山選手はね、あの打ち合いの中で肘を出してくるので、はいはい、まあ、ちょっと怖いですよね、藤野選手としては。当然これ岡田選手、はい、カットになれば 一瞬でして試合が終わるってこともありますから、はい、これで終わってしまうので、はい、結構狙ってきてるんですよね。なるほど、まあ、この辺りも赤崎道場、赤崎克久代表の指導。さあ大志山が誘うように、そして突っ込んでくる、組んだ、金網に押し込んだのは藤野ですが、エルボー、ナイス、この距離ではエルボーは有効です。テイクダウンなのか、気持ちを上に上げさせながらテイクダウンを狙うのか藤野。この展開にこだわるのか、はい、もしくはすぐ離してもう一回打撃やり直すのか、これチョイスは藤野選手だと思うんで、はい、まあ、1ラウンドはかなりこだわってね、金網際で勝負してましたけれども、そうですね、星野選手がね、こう背が少し高い分、ちょ腰の動きとかがちょっと対処がうまいんで、はい、藤野選手が最後までいいところを取り切れてない印象あるっすよね。さあここも腕を巻いて上からやや上背で勝る星山が抱えるようにしていますが、残りが間もなく2分40というところ。さあまたちょっと動きが乏しくなって、おっと、うまいですね、左からパンチ、顔の位置を変えたところにエルボーを放っていきました藤野。さらにボディ膝を出す星山、体を回した、回しました、星山選手に対します。さあ回したところでどうだ、頭を押さえて膝が離れるか、離れるか、ケージ際で攻防になる、打撃だ、うっ、うっ、うっ、入った、紙一重です、まだわかんない、残り2分、残り2分、打ちます、やナイス、いや星山選手いいですね、下がらないです ね、逆にちょっと前出てきてますね、はい、星山選手、ね、喧嘩強いんでしょうね、藤野が、藤野選手下げられてる、ね、そうですよね、ナイス、うわー、ナイス、上下、上下に散らしてくる、しかし圧力をかける藤野、藤野も前、前に出ます、自分の信じて前に出る、これが戦い、ね、藤野の戦い、前に出る、自分を信じて前に出るって、手数を増やす、これはお互いに意地と意地とのぶつかり合い、この意地の先にあるのは
シュート初めてのストロー級、女子ストロー級のベルトです。現在勝ち点6のトップ宝珠山、そして2位につける勝ち点4藤野、金網に押し込んだ藤野、ここからです。残り間もなく1分、どういう結末が残り1分で展開されるのか。距離を、ね、取って向き直って、しっかり真ん中で、ね、もう一度勝負仕掛けたいですね、はい、藤野選手はまあこのままラウンドが終われば勝てるんじゃないかっていうようなものを読んでるとは思います。まあ、自分の戦いを、はい、まあ、こう進めてきた、はい、何試合もこうやってきたというのがあるので、はいはい、ここは宝珠山選手はもう早く離れて勝負ですね、はい、真ん中で。さあ残り30秒、おっと離れた、藤野離れた、さあ打撃勝負に行くのか、打撃勝負が残り30秒、集中集中、右から左、右を払った、右が入った、宝珠山の右、左、藤野を戻る、右から左、さあ最後は足を止めた、打ち合う打ち合う打ち合う、止まらない止まらない、両者止まらない、打ち合うぞ、さらに行く、藤野が応じる、宝珠山左から、さらに右、それに応えてます、藤野選手、うわーっ、さらに行く、止まらない、止まらない、両者止まらない、両者、さあどうだどうだ、どっちなんだ、藤野か宝珠山か、最後は組んだが、おーすごい、審判はくわからない、すごい試合だ。いや最後少し表情が和らいだ藤野に見えましたけれども、直前まで吠えながら、これ新井選手2人ともやりきりました ね、 いいね、めっちゃ噛み合ってるじゃないですか、この2人がね1位2位で今はタイトルをまた争って戦うっていうのを可能性もあるすれば、はいはいはい、それもまた今日も物語の一つになって楽しみですよね、今後が。これは岡見選手最後はもう足を止めて打ち合ってました。そうですね、まあ宝珠山選手が引かなかったですよね最後、本当に、うん、なかなかね藤野選手の圧力をね耐えて前に出るってね大変だと思うんですけど、いやそれをね最後出したんで、すごい試合でした。さあどうか、サブレフリー内田ともに20対18、サブレフリー大内19対19、イーブン、以上判定2対0をもちまして、どちら勝者、青コーナー藤野ヘビー、青コーナー、2人のジャッジがこれは20対18ですから、青コーナー選手1ラウンド、はい、2ラウンドともに藤野、そうですね、まあ、まあ藤野のやるべきファイトっていうのを最後までやりきった、はい、そういう試合ですね。この結果、藤野恵美が勝ち点2を追加して勝ち点6、これで2試合を終えて勝ち点6、トップに並びました。一方、宝珠山はこれで3試合を終えて勝ち点6、足踏み。宝珠山は最終戦が来年1月18日ニューピアホール、杉本めぐみ相手に、勝ち点4の杉本相手に最終戦を戦うことになります。一方の藤野は3戦目、11月19日こちらも杉本めぐみと、勝ち点4の杉本めぐみと戦います。まあ、杉本が試合数を残していますので全くこれもわからない。すみません、ちょっと会場まで来てくださったのに、しっかり決めきれなくて申し訳ないです。はい、ちょっともう次から絶対決着つけられるようにもっと精進します。また11月もよろしくお願いします。ありがとうございました。見事勝利いたしました藤野選手に、今一度大きな拍手をお願いいたします。まあ岡見選手、これが藤野選手なんでしょうね、はい、いやーすごい、納得いかない、あやっぱかっこいいですね、あ本当に、いやびっくり、もうここまでの、ね、試合をこの年齢でね、このキャリアでやり続ける、まあ、藤野選手本当にねすごい尊敬します。あと新井選手、はい、宝珠山選手が応じて下がらなかったっていうのはね、はい、この試合を生んだんだと思いますが、まあ、そうまさにそうですね、宝珠山選手の意地が試合を熱くしたと思ってますね、はい、これでリーグ戦も全くまた分からない状態にもなりました。いやこれ工藤さん、はい、この女子のリーグ戦も本当に熱々です。いやすごい、またこう目が離せない展開になってまいりまして、もう本当に今日の
藤野選手と宝山選手の打ち合いすごくかっこよかったです。来月明日で11月19日の後楽園、さらには1月28日のニューピア、結末がどうなるのか、今日のこの藤野の勝利で全く混沌としてまいりました。